モンが森と化したち、数多くのデジタマが育つ光景を万感の思いで見つめる光、新たな命の誕生を阻もうとするソウルモンの波状攻撃、必死にデジタマを守る光とエンジェルウーモンにかつてない死の恐怖が近づこうとしていた。次回デジモンアドベンチャー、光新たな命、冒険は新たな世界へ。接受，一定要守信用哦。